株式会社 JR 新潟ビジネスは JR 東日本新潟支社管内の駅業務を受託する鉄道業務受託事業者である。略称は JNB 東日本旅客鉄道のグループ会社 JR 東日本新潟シティクリエイトの子会社 JR 東日本新潟支社の子会社である JR 東日本新潟シティクリエイトが 全株式を保有する子会社で、JR 東日本新潟支社館内の、業務委託駅の駅業務を中心に、月決め駐車場の管理業務、JR 施設の警備業務、コールセンター業務を主たる事業としている。称号の略称は JNB。前身は、国鉄新潟鉄道管理局時代から1990年代前半まで、委託駅の駅業務受託や支社館内の、 不動産管理を行っていた新鉄開発。新鉄開発は国鉄の退職社員を雇用する目的で国鉄時代に発足しており、1970年代の在来線近代化では直営駅を業務委託化するにあたって新鉄開発の社員が各駅に派遣された。この流れもあり、各エリアの業務委託駅は定年退職者の雇用を する事業所としての機能がある。2021年12月のプレスリリースによれば、JR 東日本グループの事業再編に伴い、2022年4月1日付で、親会社の JR 東日本新潟シティクリエイトに、吸収合併され、法人としては解散する計画としている。ABCDEF、会社概要。株式会社 JR 新潟ビジネス。 2021年6月18日閲覧 ab 株式会社 jr 新潟ビジネス第62期決算広告 http コロンスラッシュ n i i g a t a c h i h o n y u k i g e s h o c o m 4conference スラッシュ sha4.pdf https コロンスラッシュ www.jreast.co.jp スラッシュプレス スラッシュ2021スラッシュ 20211220401PDF ありがとうございます。